クール、WMKK クアラルンプール国際空港の一別地図クアラルンプール国際空港は、マレーシアのセランゴール州セパンにある国際空港で、同国の空の玄関口である。クアラルンプール中心部から南へ約 43km 地点に位置する。メインターミナル、サテライト、クリアに、及び 4000m 滑走路3本で運用されている。 航空管制はマレーシア民間航空局によって行われている。総敷地面積は1万ヘクタールと広大であり、将来計画では2つのメインターミナルと4つのサテライト、滑走路5本で運用される計画である。マレーシアのフラッグキャリアのマレーシア航空とエアジアグループのハブ空港になっている。F1 マレーシアグランプリが開催されていた。 セパンインターナショナルサーキットが付近にあるほか、空港内及び空港周辺には乗り継ぎ客用のホテルが複数存在する。長官メインターミナルとサテライト完成塔と立体駐車場、マハティール・ビン・モハマド首相の主導で、これまで運営されていたセランゴール州スバンのスルタニ・アブドゥル・アジズ・シャー空港に代わる空港として建設がスタートし、 1998年6月30日に開港。森の中の空港、空港の中の森をコンセプトに、黒川気象がターミナルビルを含む全体計画を設計し、メインターミナルを体制建設、サテライトを竹中工務店が施行した。実際に周辺はプランテーションされた油屋市の森に囲まれている。なお、 この空港の開港により従来の国際空港であったスルタンアブドゥルアジズシャー空港はマレーシアの玄関口の役割を終えた。2017年2月13日、空港ターミナルビルで朝鮮民主主義人民共和国の金正男が VX ガスで暗殺される事件が起きた。1998年、開港と同時に供用を開始した。 216カ所のチェックインカウンターと20カ所の搭乗ゲートがあり、国際線と国内線が同じゲートを共用できるようになっている。主に国内線と短距離国際線が利用している。クリアエクスプレスの駅がある。航空会社や利用クラスに関わらず有料で利用できるラウンジも設けられている。メインターミナルから地下式のエアロトレインを利用して移動する。 27カ所の搭乗ゲートがあり、国際線の大型機、長距離線が利用している。商業施設のほかトランジットホテル、航空会社ラウンジなどがある。同一規模のサテライトを建設する計画があり、用地は確保されている。LCC ターミナル出発ホール2014年5月2日、開業。メインターミナルと離れているため専用の完成等。 備える。延べ床面積26万平方メートルは、LCC 専用ターミナルとしては、世界有数の規模で、68カ所の搭乗ゲートがある。ターミナルビルとサテライトは、スカイブリッジと呼ばれる全長300メートルの橋で、連結されており、橋の下を航空機が通過できる構造になっている。航空会社や利用クラスシートに関わらず、有料で利用できる。 空港ラウンジも設けられている。クリアエクスプレスの駅やバスタクシー乗り場、車寄せはターミナルと接続している。商業施設ゲートウェイクリアに内にある。建設の KQLCC ターミナルは利用客の急増により手狭となっていた。2009年1月、エアアジアはサイムダービー社と共同でヌグりスンビラン州ラブに自社専用の空港、 クリアイーストラブを新規に建設する計画を明らかにした。当初は運輸大臣も同意していたが、ナジブ首相の介入の結果、マレーシア政府は既存の空港用地内に新たに高級的な LCC ターミナルを2011年9月までに建設することを決定し、エアジア側の提案は却下された。2010年9月の着工時点では2012年の 供用開始が予定されていたが、設計変更、工事の遅れなどにより2014年5月2日に、ようやく供用が開始された。エアアジアは、新施設の安全性への懸念から当面は、ターミナル移転を見合わせる意向であったが、同年4月15日に、クリアにへの移転に合意し、5月9日までに移転した。QLCC ターミナル QLCC ターミナルは2006年、 供用開始。すでにエプロンが整備されていた貨物地区の空き区画に当初から将来の貨物ウアへの転用を想定した設計で建設されたもので増改築を経て30基分の中期スポットを要するに至った。クリア2の開業により2014年5月9日をもって閉鎖された。メインターミナルワンワールドスターアライアンス。 スカイチームクリアにメインターミナルクリアにメインターミナルとサテライト間には完全自動化された無人運転の新交通システムエアロトレインが運行されている。両ターミナル間の移動にはエアロトレインを利用する必要がある。メインターミナルに直結した大規模ホテル、様々ホテルとターミナル制限区域内にあり時間利用も可能な 様々エクスプレスホテルがある。また、空港周辺に乗り継ぎ客などの利用を狙ったホテルが複数存在している。空港連絡鉄道のクリアエクスプレス、クリアトランジットがクリアにターミナルに隣接するクリア2駅を始発駅に次に停車する。メインターミナルに隣接したクリア1駅からキロリットルセントラル駅までの間をノンストップで。 最短28分間で結んでいる。セダン型のタクシーだけではなく、ベンツを使ったラグジュアリータイプ、ワゴンやミニバンのタクシーも用意されている。出口付近にあるタクシーフェアクーポン発見所でクーポン券を発見してもらうと安心である。セダン型のタクシーでクワラルンプール市内まで RM100 程度、その他のタイプは RM200 程度から。 ありがとうございます。